秋月四国は、江戸時代中期の旗本寄り愛石。通称は四季部。高鍋藩主は秋月家分家の旗本寄り愛石。僕は木領主は秋月家六代当主。国高は、日向国初見軍、宮崎軍内三千国。秋月仕影の四、男として誕生。陽名は勝五郎。人吉藩主、相良久有の性質である受賞院のおいで。 相良明町のいとこにあたることから、明町の身代わりとなっていた、愛義より官が明和4年に死去すると、その後継候補として、人吉藩相良家重臣より、老中筆頭の松平武本に対して種国の人吉藩主か相良家相続が申請される。しかし、公式上は、法歴2年生まれである。 来館生まれよりも年齢が高いことや相良家と、秋月家とは異性であることから松平竹本より、種国の相良家相続は却下され、竹本の老いにあたる東山智光が、相良副将として、相良家を相続した。種影の四男であったが、明和八年に、兄の種部の死去を受けて、旗本秋月家の家督を相続し、安永元年に、徳川家春に初めておまみを済ます。 兄の種部同様に父が就任していた、本所深川家事、バミ回り役をはじめ、目立った、幕職に就くことはなく、安永5年に死去。去年33、法名は、小雲、母書は、下谷博之寺の埋め蜘院。木脇領主である旗本秋月家の家督は、本州家である、当時の高鍋藩主秋月種則の弟にあたる主、備えが相続した。 ありがとうございます。